はい、咀嚼弁です。今回ね、おほむさん、おほむロボット研究所のおほむさんかから送られてきたパッケージを開封したいと思います。これ中身はもう分かってるんですが、相当重たいね、これね。もうかなりの重量感で、宅配業者さんがめっちゃ重たそうにしてましたね。おー、すごい。ちょっとこの段ボールを削ってる感じだけど、ちょっと一回この中身出していきますね。で、なんかね、アクアクラウンさんも何かくれたみたいなんで、とりあえずこうか。重た。あー、結構でかいな。かなりでかいな。ちょっと中身を出していきたいと思います。中身がまずサナコーの、まあ、これがメインディッシュというか、すごいね、この、結構鋭いですね。ただ、前送ってくれたやつよりもなんか結構、細かい、なんだろう、機械が違うのかな、削る機械が。すごいね、顔もちゃんと再現されてます。そして、めちゃくちゃ重たい。どんぐらい重さあるんだ、ちょっと後で重さ測ってみたいな。で、あと入ってたのが、アマラマスが書いたキーホルダーですね、これ。おー、すげえ。結構、これは軽い。こっちが、京子、マミと京子ですね。マミと京子の、なんだろう。キーホルダー。なんと、マミさんの、これ、サナコーのあの盾と同じ感じの、なんかやっぱ違うな、前と。結構なんか、機械が違うんでしょうね。なんかよりなんか立体的な感じで、お、すごいな、これ。で、ちゃんとこの自立するように足がついててこう立てれますと。おー、すごい。で、あとこれが名刺ですね。おほむロボット研究所。ツイッターアカウントと各種切削加工をお待ちしてます。加工できるサイズが 380×200×10。あ、結構でかいのが作れる。彼女とお仕事募集中だそうです。結構これすごいですね。この名刺というかもう完全に表札みたいな。で、多分これがアクアクラウンさんが入れてくれたものだと思うんですけど、なんとね、これ何のやつだろう。ホヨバースの、ミホヨのお守りみたいな感じのやつで、勝利先生となんとカンウちゃんの、いや、これはすごいびっくりしたな。これどこのやつなんだろうな。なんか、何のイベントとかまではちょっと分かんないんですけど、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。多分これがアクアクランさんが同封してくれたやつだと思うんで、ありがとうございます。すごいな、これちょっと中身も見てみたいな。パッケージが中国語で書いてあって、こういう感じで出せて、もう躊躇なく開けちゃいますけど。で、あ、お守りかな、これ。お守りっていうのかな、お守りっぽいね。めっちゃすごい嬉しいですね、これ。ちょっと、これはなんかもったいなくて、ちょっと使えないというか。でもなんかこれつけたいな、何かに。ちゃんとこのビニールのなんだろう、保護のあれがついてるんで、なんか、カバンとかにつけてもその、本体が傷まないというか。うん。あ、すごい可愛いな、これ。この絵柄をなんかちょっと見たことあるな。こう。なってるのね。あー、なるほど。ありがとうございます。いやー、こうしてみるともう迫力ありますね。ちょっとね、置く場所がマジでまだないので、このね、これを使えばこうやって回せるなと思って、これ、ね、あの本棚なんですけど、そう、いや、すごいですね。これなんか、この 3D にした人すごいな。3D にしてさらにそれを削り出すっていうね、なんかすごい技術力があると思います。わ、すごっ。この後ろ姿とかさ、よく考えた時で分かりますよね、これね。すごいすごいすごい。結構寄ってみても、なんだろう、あの綺麗ですね、割と。そのなんだろう、削ってなんかそのトゲトゲしてるというか、そういうのがあんまなくて、うん、すごいすごいすごい。いや、これはね、こんなすごいものをいただいてよかったのかっていう、うん、すごいね。あ、こうなってるんだ。よいしょ。ちょっと本棚なんでスムーズな回転が期待できないんですが。うん、これいいですね。この顔がね、結構なんだろう。
ちょっとでもこれシネマティックモードで撮ってるんであれなんですけど、伝わるかな、この質感、金属の質感がすごい。でこの咀嚼面、あ、大丈夫、映り込み大丈夫かな結構ね、鏡面であのなんだろう、艶があるこの面は。よいしょ、うん、すごい。で続いてマミさんですね。いやこれはね、あの前にいただいたサナコーのやつと同じ大きさでなんですけど、ここ結構深み、彫り、なんていうの、彫りが深い、彫りが深くなってて結構すごいですね。そしてこれね、映えるな、このなんだろう、この名刺、これ名刺で合ってんの、うん、この名刺渡されたら結構インパクトあるな、金属の名刺で。まあこれは裏面とかないからちょっと回す必要はあんまないんですけど、結構立体感があるんで、こう横から見てみて、割とねこのかなり分厚いんだよな、本来は。本来の厚さがこのぐらいのところを、こう左右すぐがこんな感じで、すごいですね。裏面は何もなくてって感じで、いやーありがとうございました。こんなにいろいろいただいて、ちょっとプリレコっていうねイベントには行け、やっぱ回んなくなっちゃったプリレコね行けなかったんですけど、ちょっと次は参加してみたいなと思いました。ということで、じゃあまたな。